マンダリーナの息子は、チェーザリキュイにより1859人に作曲された喜劇オペラである。ビクトール・アレクサンドロビッチ・クルイロフにより執筆された台本は会話文が多用されたものとなっている。このオペラは、フランスの作曲家、フランソワ・オーベールの影響を少なからず受けており、特に当時サンクト・ペテルブルクで上演されていた、ブロンズの馬とは設定も似通っている。 キュイはこの作品を前年に結婚したばかりの妻、マリビーナ・バンベルクに捧げた。編曲はミリー・バラキレフによるものである。マンダリーナの息子の初演はいわば家族向けのものであった。1859年2月2日にサンクトペテルブルクにあるキュイの親戚のアパートにてピアノの伴奏で上演された。お役人の役のモデスト・ムソルグスキーや宿屋の娘役のマリビーナなどが 主なキャストだった。最初の公開上演は1878年12月7日で芸術家クラブにより行われたサンクトペテルブルクでの公演である。それ以来、これは9位のオペラの中でもロシア国内で人気の高い作品となったが9位の死後、時をおかずしてあまり上演されなくなったようである。しかし1998年には、 モスクワのポクルフスキーチェンバーミュージックシアターにより、修正作品が再演されている。場所、中国のある、宿屋宿屋の主人は、娘のレディが、使用人の無理に興味を持っていることに気づき、すぐさま無理に出ていくよう命じる。そんなこんなの間にお役人がやってきて、長い間生き別れになっている息子を探していると、話す。実はその息子というのが無理だった。ありがとうございます。